どうも、ザンジと申します。どうもマリサだぜ。ということで今回はここ1年間で実装されたサブキャラについて振り返っていきましょう。皆さんプロセカのサブキャラクターはご存知ですか？時には敵役、時にはサポートをしてくれる。ストーリーには欠かせないほど重要キャラクター揃いだぜ。このチャンネルでは約1年前にサブキャラクターについて全キャラ紹介する動画を上げていました。サブキャラについて解説するとともに、ユニットごとに登場してるサブキャラの人数をランキング形式で紹介した動画だな。あれから1年が経過して新たに登場したキャラクターもいるので、新規実装されたサブキャラについて振り返っていこうと思います。前回の登場人数ランキングの動画をまだ見てない人は概要欄からチェックしてみてくれだぜ。この動画の最後に最新版のサブキャラ登場人数ランキングを出したいと思います。ルイ君、俺たちの仲間になることを考えてくれて、ありがとう。一人目に紹介するのはゲンブアサヒさん。初登場はワンダ書の箱イベ、カーテンコールに席別を、ワンダ書の宣伝公演で共演が決まったことをきっかけに交流ができたんだよな。アサヒさんは世界でトップクラスの小公演も行う、アークランドに所属している舞台俳優。その圧倒的な実力の高さは司くんたちにも衝撃を与えていましたね。イケメンで優しくて実力もあり完全無欠な俳優だな。その反面ワンダ書のファンでもあるということで、司くんと初対面した時には大興奮するという可愛い一面も持っていましたね。世界でも活躍する俳優をファンにしたワンダ書もすごすぎるぜ。ストーリー終盤での朝日さんとルイ君のやりとりはとても感動的でしたね。あのワンシーンで多くのユーザーのルイ線を崩しただろうぜ。新章からはワンダ書の活動方針的にも朝日さんの活躍がもう一度見れることに期待したいです。ワンダ書に与えた影響も大きすぎるからまた共演するところが見たいぜ。バンドはああいうやつがいないとボロボロになっちまうもんだ。二人目に紹介するのは新藤良樹さん。レオニード箱イベ、リトルブレイバーズで初登場。ソリスレコードというレーベルで音楽ディレクターをしているんだぜ。新藤さんはレオニをスカウトするために登場しましたが、当時レオニがプロを目指してバンド活動をしていたこともあり、新藤さんとの出会いは夢に大きく近づいたイベントでしたね。初めて新藤さんを見た時はうさんくさいなと思ってしまったぜ。また新藤さんは過去にバンドを組んでいた可能性がありますね。レーベル所属に悩むサキちゃんに対して、解散してしまったとあるバンドの話をしてくれましたが、そのとあるバンドの回想にて、メンバーの一人に男性のボイスがついていました。新藤さんが登場したばっかりということもあり、さらに新キャラが登場することは考えられなかったから、その解散したとあるバンドというのが新藤さんが過去に組んでいたバンド説があるんだぜ。一度メンバー同士の方向性の違いから解散を経験している新藤さんだからこそ、もし今後レオニに危機が迫った時は全力でサポートしてくれて頼りになりそうですね。これからレオニはレーベルに所属してプロとして活動していくわけだから、新藤さんとの絡みは今後も増えていくだろうぜ。レオニのサブキャラの中では最も重要な人物と言っても過言ではないでしょう。ああ、ほんと、雫がいなくなってくれてよかった。三人目に紹介するのは日暮れありさちゃん。初登場は桃ちゃんの箱イベ、ほどかれた糸のその先に、だがセリフだけだったらメインストーリーの頃から登場しているぜ。ありさちゃんはアイドルグループ、チアフルデイズの現リーダー。立ち絵とボイスが初実装されたのがこのイベントでしたね。チアフルデイズといったら雫が過去に所属していたアイドルグループだな。雫ちゃんとありさちゃんは同期で、初めこそは仲良く活動できていましたが、メインストーリーでも語られていたように、雫ちゃんが脱退する頃にはいなくなってくれてよかったと言われるほどの不仲でしたね。ここまで雫が嫌われてしまった原因についてもほどかれた糸のその先にで語られていたな。読者の間では賛否両論だぜ。そんなありさちゃんは運命のいたずらかと言わんばかりの形で桃ちゃんの前に立つことになりました。桃ちゃんが出演する予定だったアイドルのテレビ番組、その MC を担当したのがチアフルデイズでしたね。チアデが MC って決まってから収録本番が楽しみで仕方なかったぜ。テレビ収録本番でのバチバチっぷりは読んでいて緊張感がありましたね。興味がある人はこのしずくちゃんバナーのストーリーを読んでみるといいでしょう。新章からももちゃんは全員単位制となってこれまで以上に仕事を引き受けていくことになるから、またどこかのテレビ番組で共演する可能性もありそうだぜ。チアフルデイズはモアモアジャンプのライバルっていう立ち位置はまた違うような気はしますが、こういった敵キャラはどこかで登場させてまた緊迫感のあるストーリーを見たいですね。瑞希が進みたい道を歩いていけるように、ずっと応援してるよ。4人目に紹介するのは秋山瑞希のお姉ちゃん。そして今、リボンを結んでで登場したキャラだが、瑞希のお姉ちゃんは結構特殊な実装だったな。
そうですね、この水木バナーが開催された当初は水木の姉にボイスも立ち絵もありませんでしたが、いつしかアプデが入った際に急遽実装されましたね。いきなり実装には驚いたが、確かに水木の姉ほど重要な人物ならボイスがあってもおかしくないぜ。水木のお姉ちゃんは今は海外でファッションデザイナーとして活躍しているから回想のみの登場になっていますね。しかしお姉ちゃんが後押しをしていなければ水木はミーゴに加入していなかったことでしょう。姉の存在が水木にとって偉大すぎたな。本当に立ち絵が実装してくれて嬉しかったぜ。現状水木の姉の登場したストーリーが一つのみなので、今後水木の悩みが深掘りされる時にでも日本に帰ってきて出番が増えてほしいところです。急遽立ち絵を実装したのは今後出番が控えているフラグであってほしいぜ。私はあの子を世界で一番幸せにしたいと思っているのよ。最後5人目に紹介するのは朝比奈真冬のお母さん。セリフだけならメインストーリーの頃から登場していたが、その顔がお披露目されたのはイミシブルディスコードだったな。真冬ママも立ち絵が途中実装となりますが、ここぞという時に登場してくれましたね。みんなは真冬ママへどんな印象を抱いているだろうか。今の感情をなくした真冬が誕生したのも、看護師という夢があったにもかかわらず母親から医者になることを勧められたことがきっかけだったな。初期の頃からおかしいと思わされる発言や行動もあり、ボイスがないことに逆に不気味さを感じさせてくれましたが、実際にボイスが入ると恐怖心がより一層高まった感じがしますね。その風格はまさにラスボス。真冬ママの発言に関してもまたも賛否両論。母親としての主張は正論と感じる場面もあるが、結果真冬を苦しめてる現状があるから褒められたものではないぜ。解決に兆しが見えない朝比奈家問題ですが、これからの母親の行動も楽しみですね。朝比奈家といったら母親だけでなく父親の登場にも期待したいところだぜ。ということで、この1年間で実装されたサブキャラは以上となります。そういえばビビバスは一人も増えていなかったんだな。ビビバスに関しては完全な新キャラはいませんでしたが、ケンさん、タイガさん、ナギさんの若かりし頃の立ち絵が登場していましたね。ラダーは今も昔もかっこよすぎるんだよな。この立ち絵が登場したライトアップザファイアーは名作すぎたぜ。それでは最後にここまで登場したサブキャラの人数をランキング形式で見ていきましょう。同順4位、25時ナイトコードで6人。やっぱりみんな可愛い。同順4位、モアモアジャンプ6人。このメンバーでアイドルできますね。3位、レオニード7人。全キャラ集結するイベントは扱った。2位、ビビッドバッドスクワット8人。つわものしかいないなここは。1位、ワンダーランズショータイム12人。結果、1年前と変わりませんでした。相変わらずワンダショは圧倒的すぎるぜ。やはり大鳥家全員実装が豪華すぎですね。ということで、皆さんが好きなサブキャラクターもぜひコメント欄で教えてください。この動画が良いと思ったらぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。